ははい皆さんこんこにちは映像クリエーターのサンゼです今回はアフターエフェクツで自分の描いたイラストを動かしてみようということでやっていきたいと思いますえこの動画はですね以前ワコムさんのセミナーの方でイラストレーターの方向けに動画を作ってみようという講座の中で紹介したものになりますえセミナーの内容はこんな感じでやっておりました、まあ、こんな感じですね基礎のアニメーションはトコトコと,こと,ことサンゼくんが歩いてきて「こんちゃ映像クリエイターのサンゼです」と自己紹介する動画の作り方を解説しました はい。応用編の方はこちらの立体的なアニメーションを作成したいと思います、えー。素材データは動画の概要欄からダウンロードできますので、ぜひチャレンジしてみてください、えー。ちなみにですね、このイラストを描いてくれたイラストレーターのすみまみさんからのお言葉があります。自分のイラストが動く感動はやばい。えー、みんなにも味わってほしいということで、えー、イラストレーターの方、ぜひトライしていただけたら嬉しいです。こちらが After Effects の操作画面になります。えー、基礎の方でもご紹介したんですが、 アフターエフェクツのコンポジションは、カンバスに似てるけど、箱のようなものになっているということです。まあ、具体的にどういうことかと言いますと、奥行きがあるというところがポイントになります。えー、ちょっと画面を横から見てみますと、こんな感じでですね、わかりますかねちょっとゲームとかやってらっしゃる方だと、ちょっと想像しやすいのかなと思うんですが、レイヤーをですね、この XY の他にこう Z 軸ですね、この、 ちょっと動かしてみると分かりやすいんですが、こういった感じで、レイヤーを、こう、縦横だけではなくて、え前後に動かすことができる。というところが、アフターエフェク s を使う醍醐味の一つなんじゃないかなと思います。えー、今回は、この 3D レイヤーという機能になるんですが、この 3D レイヤーを駆使して、立体的な絵作りをしていこうということで、やっていきたいと思います。えー、現状、デスクトップに配布用の素材データが置いてある状態です。まずは、 プロジェクトパネルをダブルクリックして素材の読み込みをしましょうデスクトップからこちらですねワコム3 z と読み込みをしますで読み込みの際このアラートが出て、えー、どういったモードで読み込めますかという設定があるので一番下のコンポジションレイヤーサイズを維持という、えー、読み込みにしていただけるとと思います、えー、これで OK を押しますはいはいで読み込みをしますとこんな感じで Photoshop のレイヤー構造を維持した状態のコンポジションが、えー、作成できます 今、二つ要素が追加されました。一番上、こちらが今開いているコンポジションになります。で、その下が、えー、中に入っているレイヤーですね。レイヤーがそれぞれまとまっているフォルダになります。まあ、これ、なくなったり、わ、えー、からなくならないように、まあ、素材の管理をするのが大切なので、まあ、こんな感じで、ワコム3ゼと、まあ、名前を付けておくのがいいのかなと思います。でですね、 はい。では、こちら、コンポジションのサイズを見ますと、上の方にですね、こういった情報が出てるんですが、2000×1366 という、えー、サイズになっています。これは、フォトショップのカンバスサイズに依存した大きさになります。で、えー、アニメーション自体をですね、1920-1080、いわゆる HD、フル HD サイズの、えー、コンポジションの中で行いたいので、新規でコンポジションを作成しましょう。プロジェクトパネルを右クリックして、新規コンポジションです。 はい。ちなみに私、サンゼ、ペンタブレットを使っておりますので、カーソルの動きが少し早いかと思いますが、何卒ご了承いただければと思います。でですね、開きますと、こんな感じで、コンポジション、新規コンポジション設定になります。で、まあ、名前はまあ何でもいいんですが、まず、あ、じゃあ、ワコム、サンゼ、アニメとしておきましょう。で、えっ、ー、とですね、プリセットがありますので、HD サイズ19201080の 24fps、24個まで作っていきましょう。 えー、アニメーションのデュレーション、長さですね。長さは10秒にしておきます。で、こちらで、えー、OK を押しておきます。はい。そうするとですね、今、空っぽの何もない、えー、コンポジションが生まれました。で、この中にですね、先ほど開いた、えー、コンポジション、このレイヤーサイズが入っているものですね。えー、この中に、え、先ほど、え、読み込みをした、コンポジションの素材を移動させたいと思います。上から選択して、 Shift キーを押しながら下まで選択します。で、コマンド C でコピーします。で、新規で作ったこの空っぽのコンポジションにペーストします。移動しました。で、画面の大きさはですね、この50%表示とか、えー、この画面全体表示とかで,、えーとですね、見やすいサイズにしていただけたらと思います。 えちょっと、のりしろが見えた方が操作しやすいので50%にしておきましょうか。で、こんな感じで、ちょっとセンターの位置を調整します。これ今全部選択できてるので、こうやってぐりぐり動かせるんですが、この1レイヤーだけ選択した状態で動かすことももちろんできます。シフトキーを押しながら全てを選択して、ちょっと一旦真ん中に置いておきましょう。はい。で、この状態だけでは、まだアニメーションはできておりません。 これをですね、3D レイヤーという状態にして、前後関係を分けて、で、さらにカメラレイヤーというもので撮影するという順番で進めていきたいと思います。ではですね、早速 3D レイヤーにしていきましょう、えー。基礎編の方でもご紹介したんですが、えー、まずアフターエフェクツのレイヤーには5つのパラメータがあるというご説明をしました。で、えー このですね、パラメータ、何かと言いますと、ちょっと待ってくださいね。このサンゼ君にした方がいいんで、サンゼ君ちょっとわかりやすくラベルをオレンジにしておきます。で、これを開きますと、ピッと開きますね。この位置であったり、スケールですね。スケールであったり、まあ、回転であったり、こう不透明度であったりという、まあ、5つのパラメータがあるんですが、この、 3D レイヤーという機能、こちらのですね、3D レイヤーボタンがあるので、これをクリックすると 3D レイヤーになるんですが、えー、この位置のパラメータや回転のパラメータが増えたのがわかるかと思います。もう一度オンオフしてみますね。こんな感じで。これが今 2D レイヤーの状態。で、これが 3D レイヤーの状態ですね。このパラメータがこうガッと増えたのがわかるかと思います。で、これによって何が増えたか、えっ、ー、と、こちらの位置のところ特に注目してみていただくとわかるんですが、 ここですね。XY の他に、ここ、横に Z が追加されたのがわかると思います。で、今回はこの Z 軸というものがポイントになってきます。これ、小さくなっているように見えるんですが、画像が遠のいているという状態ですね。はい。横から見るとわかりやすいので、ちょっと横から見てみましょう。えー、Z の方でこう、遠のいているという状態ですね。カメラから見ると。こんな感じです。えー、カメラをアクティブカメラに戻します。 はい。では、これを利用して、すべてのレイヤーの一順、位置を前後に分けていきたいと思います。ちなみに、この 3D レイヤーにするとですね、こんな感じで、回転も斜めにかけたりすることができるので、こう立体的なイラストの配置なんかもできたりします。まあ、これを駆使すると、なんだろうな、インテリアの写真とか、絵とかをこう立体的な空間として作ることができるので、なんかイラスト作成、 とか、その背景作成するときとかもとても楽しいと思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。では、えっと、全体的にすべてのレイヤーをですね、3D レイヤーにします。ここの 3D レイヤーのボタンをこうなぞっていくと、チェックがついて、すべてのパラメータに 3D レイヤーの Z 軸が追加されています。こんな感じですね。では、結構ラフに調整していきたいと思います。 ちょっと横から見ていきましょうか。アクティブカメラのところをこのカスタムビューというモードにしてみます。でカスタムビューにすると、えー、作業用に、えー、カメラをグリグリと動かすことができます。カメラを動かすときはですね、キーボードの C というキーを押していただくと、これカメラの多分 C だと思うんですが、カメラグリグリモードと、えー、カメラ上下左右モード。アイコンが変わってるの分かりますかねこんな感じで。 で、カメラ前後に動くモードみたいな感じで分かれてますと。で、まぁ、あ、ちょっとこんな感じで、ちょっと斜めにパースがついてる状態で見たいので、こんな感じでいきたいと思います。では、えー、サンゼ君自体は、えー、シーンの中心点にありたいので、Z 軸は変えずに行きたいと思います、えー。手前の方ですね。この浮遊物、えー、サンゼ君を中心に、浮遊物は全部手前に動かしていきましょう。こんな感じで。ぐっグぐっと、こうしときますね。 カーソルであったり、この奥にいるキャラは手前の方がいいのかなまぁちょっと手前に飛ばしましょうか。で、スクリーン、手前のスクリーンもこう、今こんな感じで、こう Z 軸で分かれてるのが分かると思います。ちょっとカメラもうちょい寄りましょうか。こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じです。で、浮遊物も一番手前にこうグリぐリと、こんな感じにしたいと思います。 で、奥のオブジェクトですね。今、サンゼ君を中心に、奥のものは、今度奥に持っていきます。こうね、レイヤーが追加すると、ペコってレイヤーが潜っていくのがわかると思います。奥にして、で、最後、このカラフルなオレンジの土台も奥にしますと。はい。いかがでしょうか。こんな感じで、今、簡単ではありますがえ、サンゼ君は0ですね。Z 軸の0のポジションなんですが、はい。えこんな感じで、前後にレイヤーが分かれたのがわかると思います。 では続いて、えー、カスタムビューからアクティブカメラに戻します。これはデフォルトのカメラですね。<music> はい、で,、えーとですね、1個、えー、ここに対して、えー、新規のカメラを作成します。 で、カメラの設定については少し複雑なので、詳しく見たい方はですね、私サンズのアフターエフェクツ本がありますので、えー、よかったら、えー、そちら見ていただいて、えー、理解を深めていただけたらと思います。で、カメラの種類、えー、2ノード、1ノードとあるんですが、今回1ノードカメラにしておいてください。で、プリセット、カメラのミリ数ですね。レンズのミリ数によっても、えー、映像の見え方変わってきますが、今回は、えー、標準的な癖のない50ミ、mm、リで撮影したいと思います。で、OK をします。はい。 そうすると、今こちらに5 0ミリのカメラが設定されたのがわかると思います。で、やることは非常に簡単でして、まずですね、1秒目のあたりにキーフレーム打ちましょうか。キーフレームを打って、じゃあ5秒ぐらいかけてですね、このカメラがずい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 と中に入っていくような動きをしたいと思います。こういう感じですね。ずい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 と動いてますね。えー、基礎の方でもご紹介しましたが、アフターエフェクツは、 この時間軸とこの数値をこのキーフレームというもので結びつけてアニメーションを作っていくよということをご紹介しました。で、今この2つのですね、複数キーフレームを作成したことによって、この間をですね、アフターエフェク s が保管、間を補ってくれることによってアニメーションが生成されています。で、えー、っとですね、ちょっと決まりの位置、ちょっとサンゼ君が左側にずれてしまっているので、ちょっとこう真ん中に持っていきましょうか。こんな感じですね。やっぱ主役は真ん中に持っていきたいので、 こんな感じでちょっとカメラが斜めに移動しながら進んでいるというような感じにしましょう。いかがでしょうか。これ、えー、ちょっとまた空間分かりづらくなると思うのでカスタムビューで見てみましょう。よいしょ。ちょっと見てみると、このカメラも込みで確認できますのでご覧いただけたらと思うんですが、これですね。これが今設定したカメラなんですが、こんな感じでズイズイズイとカメラがまさにこう撮影しているというところが分かるかと思います。はい。 ではですね、アクティブカメラに戻りまして、えー、基礎的な動きがこれで出来上がりました。はい。で、えー、カメラですね、この動き、キーフレームは、えー、リニアではなくて滑らかな動きの方がいいので、まあ、今回は簡易的にですが、F9 を押して e ージー e a s e という滑らかなキーフレームに変えました、えー。これによってですね、カメラの動き出しでカメラが止まるところが少し強弱がついて、 こう、スーッと動き出して、スーッと止まるような形になりました。まあ余談にはなりますが、このカメラのキーフレームの動きというのは、こういった感じで細かくですね、グラフエディターというもので調整することもできます。それをやるとですね、こう、極端なカメラの緩急などを、こう、ギュッと寄って、スーッと止まるような動きとかも作ることができるんですが、まあちょっとここは、あの、初めのうちは混乱をしてしまうと思うので、覚えなくて大丈夫です。今、元に戻しました。 はい。で、今ここでカメラが動いていくアニメーション、基礎的なアニメーションが、えー、出来上がりました。はい。で、一個注意点なんですが、えー、こんな感じでですね、イラストを前後にずらしてしまうと、本来イラストレーターの方が求めていたイラストのポジションとずれてしまうというところはポイントになってきます。えー、例えばですが、このフィルムですね、このフィルムという部分は、本来イラストレーターの方の意図としては、 こんな感じで、ペンタブの先端から出ていて欲しかったんですが、こういった部分、前後で動かすことによってずれてしまいます。なので、ま、このあたり、目測ですが、こうやって合わせて,見てみて、見たり、えまたですね、この Z 軸、ずれてしまうと、この前後関係崩れてしまうので、じゃあ、これは Z 軸動かすのやめようか、って言って、こんな感じで元の位置に戻す。なんてことも、えー 絵の、動く、が動くと、こう、前後がずれることによって、意図しないレイアウトになってしまうという点もあるので、そのあたりは注意をしながらやっていくことが大事かと思います。またですね、この、オリジナルのレイアウト、これ、これですね、これがオリジナルのレイアウトなんですが、これを残しておくと利点があって、例えば、Z で動かしたときに、あまりオリジナルのレイアウトから変えたくないよ、なんて時はですね、このオリジナルを持っていって、 これ今上に全くこう同じオリジナルのものが置いてある状態なんですが、これをですね、不透明度を下げて、こうハーフぐらいで乗せてあげて、三膳合わせに置いて、それぞれの何だろう、手前にあるものってやっぱどうしても大きくなってしまうんで、そのあたりをこう、ガイドに合わせて、こう縮小したり、ポジションの調整をしたりもできます。こうね。ちょっとラフに行きますが、こうやって合わせるテクニックもあるというのだけちょっと頭に置いといてください。 ちょっと奥のオブジェ、土台をもうちょっとでかくしましょうか。これに乗っかってる方がいいな。こんな感じにしときましょうか。はい。えー、ではですね、この移動感を出すために、えー、こう、シュンシュン飛んでいるラインを作っていきたいと思います。はい。ではちょっと作っていきたいと思います。じゃあまず新規コンポジションで、横に長いコンポジションを作ってみましょうか。縦が、失礼。幅が、 1920。で、えー、高さ、えー、高さ30とかでいいかな。30とかにしときましょう。30ピクセル。で、OK を押します。そうすると、こんな感じですごい細い、えー、コンポジションですね。ができたのがわかると思います。でですね、こちらに、えー、シェイプレイヤーを使って、ちょっとこんな感じで、1個ブロックを作ります。 このトンでルブロックもなんとなくこうイラストの色に合うような鮮やかな色にしていきたいと思います。で、これですね。まず1つアニメーションをつけてみましょう。ポジションの P で端っこの位置にして1秒でこう抜けていくこんな動きを作りましょう。こんな感じですね。で、レイヤーの端っこはカットします。もうちょっと速くていいかな。シュッ こんな感じですかね。で、レイヤー、移動しているレイヤーに、このですね、モーションブラーのチェックを入れると、こんな感じで、えー、ブラーがかかった、移動に合わせたモーションブラーというものがつきます。これは、これがつくとですね、ちょっと移動感がより、こう、演出されるというか、えー、躍動感が出てくるので、おすすめの方法になります。でですね、 このレイヤー、一つアニメーション作ったので、えー、コマンド D で複製します。ちょっとここに一回持ってきますね。これ今2個通ります。ピッピッと。2個通るので、色をですね、また黄色とかにしましょうか。で、このイラストの中にある、えー、色をなるべく参照した方がいいと思うので、えー、ここからですね、ピックツールでこんな感じでここの色味を取ることもできます。ピッと。さらに複製して、 このカラー、あた、また新しいやつですね。カラーピックツールで。ちょっとここだと結構小さいので、あれですけど、このブルーであったり、ピッピッピと。赤も取りたいな、コピーして。ピックツールで、まあ、ちょっと濃い。このあたり。とか、まぁ、あ、ちょっと今取り方結構雑なんで、こっから取っちゃってますけど、まあピックツールで色をスポイトで取ったりもできるので、このあたりは活用していければいいかなと思います。 で、こう、ピッ、ピッ、ピッと移動してるのができましたと。で、えー、このレイヤーですね、ふえー、今5個あるので、えー、コピーして、上にずらして、ずりずりとずらして、こう、階段状にします。ピッ、ピッ、ピッと。いいですね。こう、移動してるのがいくつかできました。で、このコンポジションの名前、じゃあ、ラインとしておきましょう。ライン。 で、えー、こんな感じで。またさらに新規コンポジションで、今度じゃあ HD サイズのコンポジションを作成します。えー、1920の1080、24コマになってます。で、コンポジション名前、背景用ラインズとしておきます。で、ここにですね、えー、先ほど作成したこのラインを入れます。こんな感じですね。大きいコンポジションに先ほど作ったこの細いコンポジションが入ってる状態です。はい。ではですね、こちらをさらに複製します。 複製してずらします。まあ、そうすると、ま、こう二つになってるので、こうなってるので、ちょっとですね、こうペ,ペペペペとコピーして、いくつか、ランダムに適当にちょっと置きますね。はい。こんな感じですかね。まあ、もうちょっとま、バランスとかはま、ちょっとラフで全然いいので、こんな感じでいくつか置きました。で、この状態だとすべてのラインがこう同じタイミングで出てしまって面白くないので、 まあちょっと簡易的ではありますが、こういくつかこうレイヤーをずるずるとずらして、こんな感じで、レイヤーのタイミングをずらすことによって、よりランダム感が生まれたのがわかるかと思います。はい。じゃあ一旦これで背景のラインが完成しました。で、えー、っとですね、この作成した、えー、その他の コンポジションのことを、アフターフェクトはプリコンポジション。まあ、素材用のコンポジションっていう意味に近いんですけど、まあ、プリコンポジションって呼んだりするので、ここプリコンプとしてちゃんとフォルダ分けをしておきましょう。で、えー、先ほど作成したこのワコムサンゼアニメに戻ります。はい。では、ここに先ほど作成したプリコンポジションの背景用ラインを一番下の方に入れておきます。で、えー、ここもですね、このレイヤーも 3D レイヤーにしておきましょうこんな感じですね横から見てみるとカスタムビューで見てみましょう今 Z 軸動かしていないのでポジションで奥の方に持っていきます で、かつですね、このキャラクターの移動がこう斜めに移動してる雰囲気があるので、回転を斜めにかけます。こう斜めに走ってるようにするって感じですね。こんな感じ。で、かつカメラから見たときに、この端っこが切れてしまうと切ないので、こう端っこ掴んでこうグイッとシフトキーを押しながらドラッグすると、こう拡大できますので、こんな感じにすると、こう斜めに走ってるような感じになるかと思います。 では、えー、カメラをアクティブビューに戻します。まだちょっと見切れてましたね。こうちょっと大きくしましょうか。はい。いかがでしょうか。やっぱりこう、対象物があると、やっぱ一気にこう移動感って出てくるんですよね。このレイヤー自体、えー、サンゼ君がいるレイヤー自体は止まっているんですが、こう、奥がね、走ってることによって、こう、この物自体、物体自体が移動しているかのように見えてきます。 ま、車に乗って外の景色を眺め、眺めているような状態ですかね。それに近いというか。なんとなく移動感を感じると。で、ポイントとしては背景のレイヤーを今一番奥に置いたんですが、ちょっと手前にもこうシュンシュンって飛んでた方がかっこいいと思うので、コマンド D で複製して一番上に置きます。で、かつですね、Z 軸今奥の方にあるので、手前に持ってきましょう。グググと手前の方に持ってって、で、サイズが今でかすぎるのでちょっと縮小します。 ちょっとこれタイミングずらしましょうか。タイミングずらして、ちょっと拡大して、まあこうしときましょう。まあそうすると、ポジション、もうちょい手前にしよう。こんな感じ。Z 軸で、今、マイナス700ぐらいにしましょうか。そうすると、この3軸のですね、手前の方も、こう、レイヤーが走っていくので、より立体感を感じやすいと。ちょっと近いかな。もうちょっと、 もうちょい手前にしようかな。マイナス1300ぐらいにしようかな。Z 軸で。はい。いかがでしょうか。こうすると、なんかこの謎のこうカラフルなサイバー空間というか、こう、ドラえもんの <laughs> 4次元ポケットの中みたいな感じで、中をこう移動してるみたいな雰囲気が出てきました。はい。いかがでしょうか。どんどん面白くなってきました。では、ここからは基本的なアニメーション のプラスアルファでラインも追加できたので、ちょっとまあ余談というか味付けの部分になっていきます。アフターエフェクツは Photoshop に似ているので、こう画面のね、味付けなんかもこれからしていくとさらに楽しくなってくると思います。まあよくあるのは、こう画面のこの周辺原稿ですね。 え、画面の四隅が少し落ちているという状態。まあ、イラスト描く方も、えー、やったりすると思うんですが、それをやると結構こう、立体感が生まれやすくなるので、そのあたりもやってみましょう。えー、こちらですね。今、調整レイヤーを一つ出したので、調整レイヤーに対して、この楕円ツール。楕円ツールをダブルクリックすると、この調整レイヤーいっぱいいっぱいに楕円が生成されます。で、ここに対して、えー、エフェクトですね。エフェクトで、カーブとやると、まあ、 フォトショップなんかでお馴染みのトーンカーブを適用することができます。これを調整レイヤーに置きますと、エフェクトコントロールパネルが表示されます。で、エフェクトコントロールパネルはちょっとこのあたりに、パネルはね、ドラッグで移動できるんで、こんな感じでちょっと、プロジェクトパネルとエフェクトパネルはちょっと独立させて見せた方がいいかなと、個人的には思ってます。選択してレイヤーに適用されているエフェクトが表示されます。これどうなるかというと、ま、こんな感じで、こう、今、 切り取った調整レイヤーに対して、こんな感じでトーンカーブで調整していると。で、えー、今回周辺原稿がしたいので、マスクを反転させましょう。この、えー、調整レイヤーにマスク、先ほどね、楕円ツールでマスクを作成したので、これを反転とします。そうすると、マスクが反転して、ちょっとわかりやすくこっちを落としますね。ギュッとやると、えー、マスクがですね、ここで反転しているのがわかるかと思います。 で、周辺原稿させたいので、まあちょっとこうね、灰の部分、明るい部分を落としますと。で、それに対して、まだここ輪郭がくっきりしているのでぼかしましょう。え、F ですね。F って押すとこのフェザーの F です。マスクの境界線を柔らかくすることができます。こんな感じ。ギュッと上げていくと、こう周りがちょっとぼやけて、こう暗くなるといった感じになります。まあこうすると少しだけ画面全体に立体感というか、少し奥行き感、グラデーションが生まれるのがわかるかと思います。 ちょっとね、ボケ幅はなるべく大きくした方がいいと思うんで、500ぐらいにしておきましょう。で、こういうのもね、ちょっとあまりにもこうやりすぎるとちょっといやらしいというか、やりすぎになっちゃうんで、まあ本当に明るい部分少し抑える程度でいいかなと思います。からこれ。まあレイヤーの名前もね、ちょっと自分でわかり、わかりやすい名前を付けておくのがポイントですね。はい、こんな感じです。で、ちなみにもう一個ちょっとイラスト描く方からすると楽しい機能があって、このパペットツールですね。 パペットツールっていうのは、このイラスト自体に点を打ってですね、それをモニョモニョと動かすことができます。まあこれに関しては、ちょっとイラストが崩れてしまうので、かなり好みは分かれてしまうので、お好みに合わせてというところにはなるんですが、この動かしたい例や選択した状態で、ここですね、この上の方にパペットピンという機能があります。これでパペットピンを選択した状態で、ちょっとこの、 フィルムだけ表示させますね。このソロビューで。えー、フィルムだけ表示させて、こんな感じで、点、点、点って、まあ、3つぐらい打ちましょうか。そうすると、こういう感じで、こう、点に合わせて、こう、ぐにぐにと動かすことができます。ちょっと近くに打ちすぎたな。ちょっと Z で戻って、このあたりにしますね。はい。あ、いい感じですね。端っこと、端っこ、真ん中、まあ、端っこみたいな感じですかね。こんな感じ。まあ、こうすると、例えば、えー、キャラクターの髪の毛がなびくようなアニメーションであったり、 え、なんでしょうね。木々がこう揺らめくようなアニメーションを簡単に作ることができます。で、今ピンを打ったので、これをアニメーションさせてみましょう。レイヤーを選択した状態で、キーボードの U を押します。U を押すと、このね、キーフレームが打たれているレイヤーが、パラメーターがですね、自動的に表示されます。まあ、Use キーフレームの略なんですが、こういう感じで表示されます。パペットツールは、ピンを打った段階で、自動的にキーフレームが打たれてしまうので、その特性を利用します。 こんな感じですね。では、えー、下の方にちょっと、選択ツールで、こんな感じでちょっと、うねらせてみましょうか。こうね。はい。いい感じですね。こう、もにょっと、下にこう、たわんでるような動きになりました。で、えー、ここのですね、元のポジションを選択して、V。元のポジションを選択して、V。まあ、こんな感じでやっておくと、 はい、こんな感じで行ったり来たりでこう,うねうねしてるような雰囲気ができますで、えー、キーフレーム選択してオルトキーですねオルトキーオプションキーを押しながらドラッグするとこのアニメーションの間隔も調整できますとこうね先端はちょっとそのペン先にくっついててほしいっていう兼ね合いがあるのでアニメーションはさせませんでしたそうこうするとなんかちょっとこうこのレイヤーが こうたわんでく空気というかちょっと風を感じるような雰囲気が出てきました、まあ、ちょっとね、この動きに関しては、ぜひ皆さんお好みで調整していただけたらと思うんですが、まあ、行ったり来たりで2回繰り返しましょうか。こんな感じで。で、えー、キーフレームはまあおなじみの Easy Ease で F9 を押して滑らかにしておきましょう。いいじゃないですか。ちょっとこうね、ペン先から出てるような空気感が出てきました。 はい、えー、最後、えー、さらにちょっとカメラの味付けというかテクニックになります。これもまたお好みにはなるんですが、このね、カメラが手ブレしていると、こう実際のカメラで動画を撮影しているかのような臨場感が生まれてきます。えー、これに関しては、ちょっとですね、エクスプレッションというちょっとプログラムに似たようなものを使います。えー ちょっとね、プログラムと聞くとですね、少し苦手意識ある方いらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。そこまで難しくないので。一旦はですね、その仕組みを理解するってこと大事なんですが、まずはやってみた感動の方を得てほしいので、えー、サクッと説明したいと思います。詳しくはですね、私サンの、えアフターエフェクツ本で、詳しく解説しておりますので、興味ある方はぜひサゼ世本の方をチェックしていただけたらと思います。この、方向という部分ですね。カメラの方向。これは何かというとですね、カメラの向きですね。 ここに対して自動的にこうグリグリと動くような動きが入ると少しですねこう手持ちで持ったような動きができるということです。やっていきたいと思います。エクスプレッションを適用するにはこのキーフレームのボタンをオるとキーもしくはオプションキーを押しながらクリックします。そうするとこんな感じでエクスプレッションの記述モードに入ります。そうするとまあ簡単なですね数式でキーフレームを管理することができるのでやっていきたいと思います。ここにもともと入力されているものはデリートして ウィグルというエクスプレッションを適用します。で、もうウィグまで打つと、もうありがたいことにですね、この、ね、サジェストされるので、ウィグルと、これを選択してエンターを押します。で、この中に2つの数字を入れます。え、意味合いとしては、えー、ちょっと1回入れますね。えっ、ー、とですね、に、カンマ、にと打ちます。そうするとどうなるか。一回まあ、今ちょっとわかりやすくやってみたんですが、 えー、これはですね、1秒間に2回2の幅で、えー、この数値をランダムにするよという意味になります。ちょっと1秒間に2回だと多いので、揺れすぎなので0.5とかにしておきましょうか。1秒間に2、えー、0.5回、要は2秒に1回2の幅で動かすよという意味になりますね。まあ、こうすると、えー、ちょっとですね、カメラの軸が、こうアクティブカメラじゃなくて、 カスタムウェブで見てみると分かりやすいんですが、このカメラですね。カメラがですね、ちょっと一回分かりやすくやってみると、一回ちょっと分かりやすく数値を、50とかにしますね。そうすると、こう、カメラがこう今、分かりますかねこう、ぐりぐりぐりと、こう、うねりながら進んでいくみたいな動きができます。ま、こんね、 実際こんなんで撮ったらもうヘッポコカメラマンかよって話なんですけど <laughs> うわ、う、わーうわ <laughs> 躍動感はあるけど見づらいっていう状態になるんで、1秒間にま50の幅で動いちゃうとさすがにまずいんで、まあ繊細なところで2度ぐらい、角度が2度ぐらい動くと、ちょっとまあ現実的な カメラの手ぶれ感っていうところに落ち着くんじゃないかなと思います。ちょっと難しいって感じる方多いかとは思うんですが、まあ、この w ィグ g l e 0.5カンマにカッ閉じるってところだけちょっとね、覚えておいていただければ、これ入力するだけでこの動き作れるようになりますので、ちょっとやってみたいなとか、自分の作ったアニメーションに手ブレ感つけてみたいななんていう方はぜひトライしていただくと素敵な映像になるのかなと思います。 はい、えー、ということで、えー、今回の応用編のアニメーションのチュートリアルとしてはこれで以上になります。最後にちょっとイラスト作成のポイントもですね、改めて、えー ご紹介したいと思います。イラスト作成のポイントです。えっ、ー、とですね。まず、イラスト描かれる方、えー、普段ちょっと、あのー、普段のイラストの描き方とちょっと変わるかと思います。というのは、えー、基礎編でもご紹介しましたが、アニメーションさせるってことは、要は、のりしろが生まれてしまうということになるので、えっ、ー、とですね、レイヤーの見えてない部分も描き切ることが大切ですと。えー、例えば、先ほどのペンで言うと、このね、背景、えー、例えばこのフィルムが、 移動した後、このフィルムの後ろが絵描かれてないと、そこが真っ白になっちゃうので、えちゃんとですね、フィルム、パーツごとに書いて、えー、下の方、見えてない部分もしっかりと書ききるというところがポイントになってきますと。で、えー、動かしたいパーツごとにレイヤーを分けて描くというところと、まあ、あとは、 ちょっと当たり前というか意外とでも盲点なんですが RGB で作ってくださいえ。イラストとかは印刷物に関しては CMYK で書く方多いかと思うんですが映像は全て RGB という色でえ管理していますので RGB で作成してください。 で、あとはですね、少し細かいところになるんですが、p h フォトショップとかでイラストを描くときは、最終的にアフターフィク s に読み込む際に、リサイズしたものを用意しておいてください。というのはですね、イラスト用、印刷物用とかだと、まあ9000だったり1万だったりで、でかいカンバスで描く方多いと思うんですが、まあ、映像はですね、やっぱ基本的には、えー、1920-1080、まあ、HD サイズっていうのが標準になるので、あまりにも大きいサイズ、まあ1万とかだと、こう、レイヤーが重なるごとにどんどんね、 重たくなって、レンダリングできなくなってしまいます。なので、えー、レンダリングできないとね、ちょっとアニメーションさせるのも難しくなってくるので、まあ、ちょっと横幅2000ぐらいの大きさ、まあ、少し HD サイズより大きいぐらいのところで、アニメーション用にリサイズするのが大事かなと思います。またですね、Photoshop の色調補正、まあ、クリッピングマスクなどは正確に反映されないことが多いので、統合しておくことが大事ですと。 で、イラストレーターに関しても、まあちょっと、イラストレーター特有のアピアランス系は正確に読み込まれないことが多いので、まあシンプルなシェイプなどで作ることを心がけましょうと。まあその他ですね、ファイル管理は大切にということでお願いします。イラストレーターを使ってらっしゃる方だとわかると思うんですが、画像をですね、 外部リンクとして読み込んでいますので、えー、素材をですね、リンク、素材を消してしまったり移動してしまったりするとリンクが外れてしまうので注意が必要です。はい、えー、最後に、えー、おすすめの学習方法ということでご紹介していきたいと思います。えー まずですね、私サンゼのサンゼのアフターエフェクツ教室、えー、おすすめでございます。手前味噌ではございますが、えー、たくさんでイラストを使ったアニメーションであったり、えー、かっこいいモーショングラフィックスの作り方、えー、紹介しておりますので、ぜひぜひ皆さん、チャンネル登録と、好きなチュートリアルトライしてみていただけたらと思います。そしてですね、一気にビギナー卒業、動画でわかるアフターエフェクツ教室サンゼ本ですね、えー、こちらもですね、とってもわかりやすいということで、大好評でございます。累計発行部数1万部と、アマゾンのレビューもですね、230レビューという驚異的な数字を記録している。 おります。まあ本当にね、手前味噌で申し訳ないんですが、とてもいい本なので、えー、ぜひぜひご購入検討いただけたらと思います。 えー、さらにですね、こう、イラストのアニメーション、えー、キャラクターアニメーションに興味があるよという方はですね、おすすめなのがこのモーグラフさんのチャンネルになります。えー、特にですね、こう、キャラクターのウォークサイクルであったり、ランサイクルであったりと、こう、イラスト作ってる方の親和性が高いアニメーションたくさんありますので、えー、ぜひモーグラフさんのチャンネルも見ていただけたらと思います。えー、モーグラフさんはですね、書籍も出されていまして、この見せるアフタイフェクツテキストアニメーションという書籍もございます。えー、こちらもですね、サンゼボンと、サンゼボンと合わせてご購入いただけた さらに、えー、面白い、えー、素材配布もしております、えー、私、サンゼが運営している映像サークルエコーの公式ツイッターにて、アフターフィクツの練習用のイラストを配布中でございます。こちらもぜひご活用ください。エコーのですね、でツイッターで映像サークルエコーで検索していただくと、えー、こちらのですね、映像サークルエコーのツイッターアカウント出てきますので、こちらでダウンロードしてください。映像作った方は、うごうどりでツイッター投稿していただけると嬉しいです。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは今日から使える映像編集のテクニックを解説しています。この動画が役に立ったという方はグッドボタン、いまいちだったという方はバッドボタンで評価してください。そしてコメント欄からこんな動画が作りたい、作り方を教えてほしいというアイディアをお待ちしております。Twitter のハッシュタグ、サンゼ AE も盛り上がっております。作品を作ったら投稿してみてください。サンゼがいいねを押しに行きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。映像クリエイターのサンゼでした。ではまた